鳥を鶴よは、日本の死釈婦人、旧姓下城、後鳥を絶え、三井物産社員、下城小四郎の娘として、東京市麹島地区に生まれた。祖父、下城葛田には、日本画家で、貴族院議員。1919年、女子学習院初等科に入学。1923年3月、神奈川県大磯に転居。 1932年11月23日、死尺、鳥尾隆子と結婚。1933年9月4日、長男、鳥尾隆子1935年に、長女、恵美を生む。1937年から1940年、鳥尾家貢献人の事業失敗によって、東京市小石川区の屋敷や、その他の辞書を失い、世田谷区深沢に転居。 1945年6月、戦火を避けて、長野県軽井沢町に疎開する。1946年、GHQ 民政局次長チャールズ・ケイディスと知り合い、不倫関係に陥る。これにより、ケイディスと鳥をオけは、家族同然の交流を深める。鶴ヨがケイディスに接近したのには、情報収集の任もあったという。傍ら、銀座の洋装店に勤務して、家計を助ける。 1948年、ケイディス帰国。1949年6月24日、夫が脳一血で休止。夫の死後、洋装店の仕事に加えて、株式会社日本開発機会に障害部長として勤務。1950年、青山に転居。筋向かいに住む森清と恋に落ちる。1953年、マダムトリオと呼ばれたトリオは、銀座で、バー。 トリオ夫人を開くが、2年8ヶ月で閉店。1968年6月19日、清志正居。1991年12月27日、79歳で死去。ありがとうございます。